日。はい、あれ、もうちょいこっち来る、はい、あれ、ちょっと雪出てる。これそうだよ、ね、ちょっと顔きついわ、真ん中。あら、はい、今日は大丈夫、かっこいいから、テンテンの会やで、テンテンの会やで、テンテンの会やで、やっていきましょうか。はい、やっていきましょうか。ただやっちゃおうぜ。一人足りないねえ、いつまでとかやめてね、無茶ぶりにしだすのやめて。あきちゃんはいつまで出てしちゃう。あきくん、聞いてる？2ヶ月ぐらいです。あきくん、待ってるよ。あの、あきさん、とりあえずは、あれにしようか。あれ、エルの紹介しとく？あ、そうですね。いいですか？いいですか？はい。ビビットナイトやります。はい。あ、じゃあ一回ビビットナイト挟もうか。ビビットナイト挟みますね。じゃあ、あの、ルイ君、じゃあ、今夜もビビットナイトいつものやつ、いつものやつ。よっしゃ、行きますか。じゃあ、今夜もビビットナイト。うん、はい。よっしゃ。はい。じゃあ今日はね、とりあえずね、はい、あれだよ、旅行を振り返ろうというコーナーです。あー、はいはいはい、はい、旅行を振り返ってみましょうという、はい、で、旅行の写真今から流すんだけど、はい、そのうち4枚ぐらい面白い画像があるからおやおや、無茶振りしようかなっていう。あー、なるほど。面白い画像ね、写真で一言なんて、ね、写真で一言みたいな感じですね。そうそうそう、あー、一本グランプリみたいな。面白い画像パンって出たらそれ、はいはいはい、誰か俺がパッて言うから、はいはいはい、あ、いきなり出るからね、話の流れ関係なく急に画像がパンって出るから。なんでいつも自分はないみたいな。だって俺偉いと思う。完全に職権内容。だから面白い、普通に旅行の話と、あとその後にあのこの間のイベントの話を軽く画像で流すんだけど、それでちょっと面白い画像が挟んでくるんで、それちょっと分かっててもらえれば。そうですね、はい、津波から来るかもしれないね。いつ来るかな、怖いな。京さんかっこいいって言われてるよ。ありがとうございます。かっこいいよ京さん。シア君そういないの、シア君いないんだよ。さあ行きましょう。ありがとうございます。じゃあ画像お願いします。まずじゃあこれね、ハブシュ、はい、ハブシュ、なるほど。沖縄行ったらハブシュだね。まあ、とりあえずそうですね。ハブシュ飲んだね。じゃ誰が飲んだかっていうと、アイドン、これですね。次画像お願いします。これですね。いい顔、いきなり。あのね、まあ、出落ち感、めちゃめちゃいい顔してるね。出落ち感ね。あ、いい顔してるね。画像感ちょっと、あの、うん、一番右、いい、あ、そうだ、L の自己紹介まずしようか。ごめんなさい、そうだね、ごめんなさい。いや、L の、うん、まあいいよ、うん。L、これアップできます、L に。はい。エル、ほら、お前顔いいんだから。これアップできます？これアップいけますかね。エルの顔アップでできる？いけないかな。できないんだ。とりあえずじゃあエル、なんか自己紹介しようか。あ、来た、来ましたね。あ、どうも。チンチンホストの、うん、チンチンホストのエルです。え、チンチンホスト、チンチンホスト、チンチンホスト。それはちょっと突っ込まなくても大丈夫だね。チンチンだけ突っ込まなくても大丈夫だね。大丈夫ですね。じゃ一言、なんか頑張っていきますみたいなこと。エル、まーきの。はい。何それっていう、なんかね、大丈夫かな。でもエル君はね、すごいかっこいいんでね。マーキの、ね、聞いてもらうかっこいい。なんか大丈夫よ。マーキの、どうしようか。まだ出ない曲、ね、まだ出ない曲、拾ってくれてまだ出ない曲。どうしようか、イベントのやばいのか。まだ出ない曲。まあそうっすね、まだ出ないでおこうか。まだ出ないでおこうか。じゃあとりあえず、ああ、大丈夫かな、はい、じゃあ次の画像お願いします。はい、じゃあまあビビット T シャツ作りました。はい、そうですね。ね、ね、ビビット T シャツをね、仕込んでますね。沖縄に来ました。大体、大体京さん、大体京さん、何でもいいんやけどさ。めっちゃいい顔してるやん。いい顔してる、違う違う違う、いい顔してるね。大体京さん、なんだけどさ、めっちゃこっち見てる。全然いいんだけど、いや楽しい、こういうの出すんだ、出すって言ったらしい。何の聞いてたじゃん。何のね、すげえ出すんすよ。何の出すもない、この被写体さ。何の邪魔だよ、やばいよこれ。はいはいはい、なにこれ、いい顔してるね。いい顔してますね、ヤホンジョーあっこいいな、あるよ、はい、変えて、もう写真もあっこいいな、やっぱ。じゃあ次の画像お願いします。はい、もう、はい、じゃあ今日違うよ、ダメだ、分かるやん、ぶっこむな。はい、分かった、来ないやん、もういいです、もう来るよ。どう、行く、タイムスリップ3、2、1、1、何
今の何怒るよ散々被写体で遊ばれた逆にねあ画像のインパクトが強いからちょっと薄めにね、うん、やっといた方が面白いみたいな、ね、はい、次の画像いきましょう、はい、次の画像いきましょうね、はい、これあれだね、ダンスソースね、なんだっけこれ、シュリ城、シュリ城、そう、シュリ城行ったの、うん、行った行った、そう、首里城ね、わざとらしい、わざとらしいね、わざとらしいね、写真がわざとらしい、わざとらしい、何がすげえわざとらしい、あー、グリッドの T シャツ、この後ろを歩いていく感じがすげえわざとらしい、これ首里城、すごいでしょ、首里城でもね、あれなど工事中だったんだよね、あ、そうなんすよね、そう、なんか、そう、天気めっちゃ悪かった、そう、悪かったのよ、めちゃめちゃ曇ってたね、そう、ビビット T で行った、そう、あ、そうそう、で、エルは行ってないから、あ、そうね、旅行に行ってないから、そうそうそう、え、すげえ楽しかったよ、いや、めっちゃ楽しかったね、全力楽しかったよ、沖縄も行ってた、そうだよね、こっそり行ってました、行ってるよね、行ってるけどこれに入ってなかった、首里城に入ってなかった、え、今日何あれきあれなんとか城だけ、はい、じゃあ次の画像行きます、はい、行きましょう、あ、そう、海、海行ったんだよ、行ったっすね、あの離島だよね、うん、あ、これはそうっすね、離島のやつっすね、首里城工事してたの、そうそうそう、この写真なんだよ、天狗さんサングラス落としかけて、落としかけて、あってなってる、めっちゃ綺麗だよね、オーシャンブルー、オーシャンブルーで、すごい、めっちゃ楽しかったもん、そうだよ、風が強かったからね、ちょっと、そう、オーシャンブルーの人が来ちゃった、しかも何つけてるんだよ、つけてるつけてるんだけど、つけてる、え、ちゃんと後ろの方をつけちゃってるんだけど、つけてる、幽霊が、幽霊がいる、すげえ、幽霊がいるぞ、幽霊やん、え、何これ、これアキくんなんだけど、ちょっとこの格好してるのはちょっと理由があってね、カラトリちょっと説明するけど、一回座ってもらっていいですか、一回とりあえず真ん中、真ん中に、真ん中に、どこ、真ん中ここっすね、どこ、あ、キャラも作ってきた、ここやね、あ、キャラも作ってきた、ここだよ、ここだよ、はい、はい、あー、今日ちょっと、ちょっとうまく処理してもらっていいやばー、なんで、今日に処理班、今日に任したよ、これ今日に任したから、ちょっとね、大丈夫かな、アキくん、アキくん大丈夫、今日、旅行行っても天狗さんに遊ばれる俺って、ね、まあっていう感じで次行きましょうね、はい、はい、シュローゲリング行きましたね、あ、これはもうフラッキ君あの話していいの、うん、あ、そのままで行くの今日は、うん、あ、そう、あ、大丈夫かな、そうですね、これはね、シュノーケリングでね、アキがやばいから、アキがやばいから、放送コードギリギリだから、放送コードギリギリだから、映ってないからいいから、それ危ない、映ってないから、それ映ってないから、持ってて、持ってて、おかしいでしょ、持ってて、ちょっと映ってて、じゃあ、もうね、ちょっと、シュノーケリングして、はい、でみんなで魚を見に行ったんだけど、
あの、あきくんが泳げないっていう。泳げないな、泳げない人いるの。これどうするの、出したか。これあの、母親役一人作ろうか。母親じゃ今日で、今日ちょっとあの、これやるとき毎回いらして、うん、これやったら毎回いらして、ヒロさん、ビンタ出したいの。パー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 いらしていただいてね。キャラ濃すぎてわけわかんない。そうそうそう、で、いらす感じでやってもらおうかな。そう、で、シュノーケリングしてすげえね。海めっちゃ遊んだもん。いや、海超遊びました。この時今日何してたの。で、エルはこの時家で寝てた。朝早かったもんね。めっちゃ綺麗だよね、海。いや、海超綺麗なの。まあ寒かったけどね。ちょっと寒かった。今日はすげえよかった。寒かった、寒かった。でもめっちゃ海綺麗だった。でも今日何してたんだっけ。うん、だから何回も言うけど、一人でジム。知らないホストと話したんだよね。そしたらあの他店さんのホストと二人でジム。いい汗かいて。いい汗かいて。いい汗かいて。そうそうそう。なんでって聞かれるよ。なんでなんで。なんでなんすかね。わかんないですね。なんかその。うん、次行きましょう。はい。海入れたんだけど。すいません。海入れたけど寒かったよね。寒かった。寒かったけど、なんかスーツ着てたから別に全然大丈夫だった。あ、確かに確かに。なんか何スーツ。そうですね。もう海めっちゃ楽しかった。じゃあ次行こうか。次行きましょう。はい、どうも。じゃあ、じゃあ L 行こうか。ちょ、待ってください。ちょっと考えて、よく考えて、よく考えて。じゃあ、5ですよ。行く ?3、3、2、2、1、1。チェコ機だけ3000円。安いよ。それはあかんやろ。え、なんていうの、チェコ機、チェコ機だよ。あ、チェコ機だけ3000円。それはあかんやろ。それはあかんやろ。え、その顔で絞るのやめてもらっていいかな。3000円。危ない、危ない。3000円。なんで3000円なのね。なんで3000円。3000円。でも、詳しく入れた方がいいと思う。相場がね。そうそう、まあ、エル君、ちょ、こいつやるよ。そう、エル君、エル君やるんだよ。え、そうなんだ、面白いんだよね。面白いんだよ。もっとなんか可愛いキャラで言った方がなんか売れる気がするけどね。子供になんてこと。あきくんすごい顔してるね。すごい顔してるね。よく見たらすごい顔してる。初めて見た。あー、派手いかも。ワンナイにこういうやついたよね。いましたね。ワンナイにいたよね。あ、すごい。あ、ちょっと待って待って待って。お母さん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 。初めて B になった。花畑の映像だった。花畑の映像だった。ちょっと今日はまずいね、これ。やばい、大変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 、ここも結構大変、大丈夫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 、作り込んできたな。すごいね。作り込んできたな。誰か連れ出してよ。泳げますよ。泳げますよ。作り込んできたな。泳げますよ。今日はね、なんか、誘ったんだけど、なんか、用事があるっつって、来なくて、で、何してたかっていうと、ジムに一人で行く。なんか、あんなのかな。なんか、かっこよすぎる。なんなんすかね、わかんないけど、ちょっとあの、予定が。でもなんかあれだよね、一人がかっこいいみたいな、なんか、そんなないっすね。で、その一人でいる俺かっこいいみたいな。あー、そういうのあるのかなっていう。来ましたね。ねー、そういうのがあるのかな。好きだねー、この空気が。顔かっこいいって。かっこすぎるぞ。かっこすぎる。間違われるからいかないの。えー、そう。意識してるか、半端ないね。かっこいいよね、確かに。いやいや、ありがとうございます。これ初めて見た人、あきくんのこと絶対やばいと思うよね。確かに。あきくん、本当は普段。わかんないかもしれない。普段かっこいいんだよ。で、この画像でもう一人ぐらいいとく。いとく。それは大丈夫。これはもう今日あたりやらしましょう。今日あたりこれ好きそうやけど。あと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 。ああ、もう一枚あるんです。あと一枚だけあるね。あと一枚だけ。じゃあそれじゃあ今日に渡していい最後。オートリア。大丈夫。じゃあ次の画像でも。この下り見たら。あ、これ。あ、これね。あれだね。海行ってね、みんなで。これ楽しかったね、やっぱ。楽しかったっすね。帰りの、ちょっと秋っぽい。見えないところで暴れないで。見えないところで暴れない。見えてないからね、見えてないからね。そうそうそう。ね、これ、アーシャみたいに撮りたいっつってね。そうなんですよ。知らない人に声かけて撮ってもらう。そうなんですよね。これ、シアと、ルイと、アキくんと、俺と、日野和かな。そうですね。そうそう。あれ、今日何してたんだ。この時間、夕方ですよね。夕方、夕方は、遊んでるか、確かに。あのね、ホテル12階でジム、一人。ひたすらジム。ジムのバリエーション。どんだけジム好きなの？ジム。そうそうね、こんな感じでね、遊んでたよっていう。イベント、一応旅行の話はここまでで、次からちょっとイベントの話を。イベントの話をね。そうそうそう、そう思ってるんだけど。さっきの赤ちゃんの子、思い浮かせます？
ちゃんの画像もう一回出せます。赤ちゃんの画像一回出せますか。赤ちゃん行きます。あ、じゃあこれ最後なんか言ってもらってどうしようかな。じゃあこれはもうね、誰か。じゃあ日野は行こうか。俺かい。お、俺っすか。いや、はい、どうしよう。3、3、2、2、1、1。じゃあ待って、ちょっと待って。あ、おやおや。あ、CM お願いします。先輩。なんだ。友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだ。卵のだね。もういいんじゃない。もう、え、何これ。カナダのトルドー首相みたいな。何も見えてるから。じゃあそのまま。あ、そうそうそう、トルドー首相。もういいかな。今日すごいね、筋肉が。何がおもろいね、これ。何がおもろいね。あ、あれあれ。ガゴラスは。やばいやばいやばい人がいる。やばい人がいる。今日すごくない今のやつ。いや、すごいっすよね。何がおもろいの。いや、面白いとかじゃなくてすごい。あれ、あ、あれ進撃の巨人みたいな。進撃の巨人みたいな。あれ、食べられちゃうよ、食べられちゃうよみたいな。これ、決め顔でちょっと、アキコ、ほら。決め顔でほら。あ、いいね。エアークラッシャー。空気殺すのうまいね。やばい。ほら、見て、めっちゃ褒められてるよ、今日。ありがとう。いや、僕やった。ありがとう。顔もかっこよくて、ムキムキだから。ありがとう。ありがとう。今日かっこいいね。ありがとうございます。かっこいいしムキムキってやばくない。ありがとうございます。いや、ほんとね。え、グリードテックスで何かやるか、今からやる。はい。あれ、嘘なんでもない。何それ。ないですね、そうです。何今の。あれ、この間ね、アンキお前じゃねえって言われてるよ。ねえ。あ、ちょっと。あれ、今日今日この怪しさ、怖がってる、怖がってるから。ねえ。怖がってる。大丈夫だよ。怖い。大丈夫。怖くないよ。じゃあ次行きましょう。で、そうですね、これがイベントイベントイベントの、かっこいい写真作る。かっこいい。ちなみに右下、右下が今いる。気違いまだね。で、隼人さん、ルイ、ユンマさん、ヨリさん、かっこいい。結構似合うよね、でもね。右下かっこいい写真。アキさん、超イケメン。アキさん、超イケメン。写真とかすごいね。どうしたらね、呪われてきた。何なんですか、これ。道中呪われてきた。何かしらでね。まあでも、アキくんね、今のダメだからね。そうですね、いろいろあって。かっこいいね、やっぱね。かっこいいです。そうで、さっきの学ラン組で、次お願いします。これがブレザー組だね。ブレザー組ですね。そうで、苦笑いしとるじゃん。ちょっと待って、やばい。左腕、あれ死んでるやつじゃない。困ってるんすね。多分一人多いなみたいな。疲れてるね。一人多いなみたいなやつじゃないの。全然仲良くない。全然こと仲良くない。一人浮いてないって言われてるよ。まとまりがないね。初めてない。やばいやばい、これ仲良くしてないじゃん、これ。あれ、やばいね。気使って呼ばれたみたいなんだけど。転校生かなって。もういいよ、写真。もう写真いいよ。もう分かったから。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回。あれ、やばい。一体感なかったね、さっき。やばいっすね。友達いないよ。友達いないよ。もっといじれるってちょっともう一回言っちゃった。アップとかできない、全然。これ、アップ。一人だけちゃうね。やばい。面白いよ。初めてない。留年したやつ。留年したやつ。やばかったかな。留年したやつ。
人が出ました。反映してなんかいい先輩じゃなかったから繰り返し、お前もそんなに絡まないし、やばい。あーねえ、よかったね。めっちゃおもろい、ね、これ最後にもう一回見たいな。もういいですよ、もういいですよ、もういいですよ。何気にユキも面白い、全然頑張って何あの頑張って映画を作ってますみたいな感じの写真もいいからね、それはね。はい、ありがとうございました。はい、笑って。はい、すみません、ありがとうございました。なんかめっちゃ腹痛い、やばいっすね、今映り込んじゃったって。映り込んじゃったやつ、映り込んじゃったやつね。映り込んじゃったやつ、ちゃんとビデオで一緒に撮ろうって言って撮ってるから。全然成仏できてるやつ、全然成仏できてる。そろそろしろよな。めっちゃおもろい。はい、もうチャーテたらね、集合写真ですよ、あれは。あ、ありがとうございます。今日実物の方がいいよね、写真で。いやいや、ね、毎回ちょっとね、そういうことなんで、写真漏れないよね、今日ね。漏れたい、漏れたいですけどね、なんかね、やっぱりね、漏れたいもんでございます。そうそうそう、本当にね、面白いわ。あかん、もう何回だろうみたいな、あれ。もう最後さよならするときもう一回見ようか。もう一回見たいですね。多分今もう一回見ちゃうとまたなんか多分いいみたいになりますよ、最後誰だと。これでさよならです。バイバイ、さよなら、これでさよならしましょうみたいな。ねえ、なんで聞こえそうしたの、なんで前に出てこなかったのって言ってるよ。ありがとうございましたね、なんで前に出なかったの。いや、もうそれはやっぱりなんかちょっとあるんですよね。あるのかな、精神性かな。そうか。はい、続きましょうか、会話ね。はい、ありがとうございます。待ってますって言われてる。ありがとうございます、言っていただけたらね。で、次頑張ってくださいね。はい、頑張ります。これレナが一番。あー、いい顔してる。そう、テストしたんだけど。そう、テストしましたね。そう、ね、学力テストをやったんだよ。はい、みんなで。ガチなやつ、ガチなやつ。だいたい中学、中学ぐらいかな。そう、中学生ぐらいの勉強をやって、結構難しかったね。うん、いい写真1位。いい写真1位。これを買ったらいい写真。いや、いいっすね。そう、レナ頭良くてね。めっちゃ頭良かったっすよね。なんか、あれよね、こんなチャラそうに見えて頭いいみたいな。いや、でもいい笑顔ですよ、本当に。いい笑顔だね。素晴らしいね。やはり賢かったのかって。うわっ、え、賢いイメージある？ないない。ねえ、ないよ、ないっすよね。確かに。そう、で、実は頭いいみたいな。ムカつくね、これね。テスト勉強してねえよって言いながら点取るやつね。めっちゃしてありますね。そういうやつやるよ。で、2番が、これ、美咲。うわぁ、かっこいい。いい子ですね。めちゃくちゃ。左下に、左下に、キラキラ光ってる方が、キラキラ光ってる方がいらっしゃるけど。そうね、美咲がね、美咲でも頭そうだもんね。美咲は新人なんだけど。マジジャニーズ顔だな。そうそうね、イケメンやね。マジジャニーズ顔。美咲ってやっぱイケメンだね。イケメン、イケメン。そうそうそう、これが美咲くんね。これが2番目に頭が良かった。はい。で、そうだね、一番点数が悪かった人に罰ゲームを与えようって話になって。誰したっけ、一番悪いの。なんで、なんで、もう頭悪そう。そうだね、もう頭悪そう。誰、あのね、まだわかんないね。まだわかんないまだわかんないけど、そうだね、この人はどういう問題をどういうふうに答えたのかっていうのをちょっと。ああ、そう、知りたいと。じゃあまず画像お願いします。はい、これね、これ中野親の王子は丸々天皇となる。はい、これなんだっけ、問題、答え。これ天智天皇。あ、天智天皇か。天智天皇ですか。これ難しいよね。いや、これ難しい。普通に難しいんだけど。わかんない、わかんない。で、これを、あきくんは、ね、画像を出してもらってね、素晴らしい天皇。違うね。そういう、そういうことじゃないだよ。ちょっと何あるこれ。ヨーロッパ人がどこから。次を知りて。ヨーロッパ人が何やったよ。どこかの、どこかの、どこかの。そうね、そんなので狙ったのかな、間違えて誰かわかんないけど狙ったのかなっていう。そう、適当すぎるね。で、願望かな。で、もう一個答えれば画像を出してもらって、江戸文学の末期の出生を幕末と広く呼ばれているという問題があったんだよね。幕末、まあこれも難しいけど、まあちょいちょい。そうで、一番最後の人は年度末って書いてある。めっちゃ笑うやん。バタバタしてるね。バタバタしてるね。これあれかな、やっぱ狙ってらっしゃるのかな。狙ったのかな。これ本気やと思うんですけどね。ね、これちょっと狙った感出てるけど、上の貿易条約も気になりますけど。聞いたことない。貿易条約って何だ。ちょっと誰、まあこれ秋くんなんだけどね。まあそう、全部秋さんで、こういう感じで。それで罰ゲームで今こういう感じ。お前みたいな幼稚な脳のやつは幼稚な服装をしとけっていう。まあそういうことですよね。みんなの計らいでこうなってるわけだけど、ただ美味しいみたいな感じでね。まあそうですね。キャラもちゃんと作り込んで、キャラも作り込んでしたね。あきくん、あーほら、今日ほら、今日ほら、やばいやばい。あれ、何つけた、またつけた、やばいやばい、あれ、殺される。
うしていいか分からない分かってない、分かる自身もどうしていいか分からなくなってる、別に、うん、うん、まあ、そういう今日ほら何とかしてどうしようかな、どうしようかな、今日ほらほらおいでってほら今日ほらおいでって言わないと、お母さんが呼ばないと、おいでって今日あんな子知らない、あんな子捨てた、見せた、あんな子知らないよ、まあこの何とも言えない空気がまたね、何とも言えない空気がまた、はい、またね、じゃあちょっと空気変えよう、画像お願いします、はい、これでじゃあこれじゃあ一発で誰か言っとこうか、ガキくんこれ行こうか、ちょっと待って、これが撮れたから、これ誰ですか、この画像行こうか、これ誰、じゃあまず写真の一言みたいな、これ誰ですか、一回やってみようか、そのネタなんですか、行ってみようか、さあ3、2、1、さあムンザーツンバーたまっ、なにこれ、なにこれ、大丈夫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 、よだれたらしいね、よだれたらしい、気をてらいすぎてわけわかんねえやつになっちゃう、マラドーナ、マラドーナが何か言ってるかなっていう、これやったらがいけるっていう、これマラドーナだ、挙手できる、挙手できないなんて俺が指すけど、あじゃあ今日行こうか、今日はい、さあさあ2、1、おにやんま正解ちゃうレアすけど、正解ちゃうの、今の中でこれ俺が前の部分、俺が前の部分だね、よっとよ、前の部分だ、ちょっとエルが欲しい、鬼ヤンマーじゃん、こんな女、鬼ヤンマーを知ってるか知らないで多分違ってくると思うんですけど、鬼ヤンマーっすよ、これ完全に鬼ヤンマー、正解だね、正解正解、鬼ヤンマーだよ、ちょっと欲しそうな目で俺の方見てた、エル欲しそうな顔で見てたの、欲しい、言っとくこれ、いいですか、いいですか、これ言っとく、3、3、2、2、1、1、アキさん死刑、あ、ちょっと待って、それはちょっと待って、この顔してもうそろそろのお時間なんですけれども、今日は結局ね、ちょっとこれなんて言ってるの最後、みんなと仲良くしたいだけ、転校生、転校生、はい、みんなありがとうね、ありがとうございました、バイバイ、言いませんで